はい、大阪大学卵白質研究所というところの高畑と申します。で、私 の、 お題はですね、卵白の立体構造を見ようということで、ちょっとこれ配列データベースとか文献データベースに比べる と、グラフィックスを使うので、インストールとかを一応 UCSF キメラと Java の最新版ができればと言ったんですが、ちょっと私の方でも不安があったので、原始的な方法でですね、皆さんの手元に USB メモリを一つずつ配らせていただきました。で、その中に、後で言いますけれども、タンパク質の構造データの一部と、あとラスボルという非常に簡素な、分子グラフィックソフトと、UCSF キメラ、これはかなり大きなソフトなんですが、それが全部入ってますので、もしインストールがうまくできていない方もそれをクリックすれば、とりあえず絵は出ますので、それで皆さん見ていただいて、最初のちょっと糸口を得ていただきましょうという、そういう形でやりたいと思います。それで、私の経歴なんですが、多分ここにいる皆さんとどこかで交わるところがあるかどうかわからないですけども、僕はもともと工学部出身で医療工学みたいなことやってまして、 MRI とか CT スキャンの研究してました。だけど、大学院から農学部に移って、でこの時からタンパク質の立体構造予測みたいなところをやっていて、その後ずっと、タンパク質の立体構造データを使った情報解析みたいなことをずっとやっているものです。なので、なんかいろいろツールを作っているのが専門で、また皆さんから見ると、理論家というかプログラマーというか、そういう感じの、人間だと思ってください。で、それで今私がなんかいろいろ人生の浮き沈みがあるんですけども、この辺は多分キャリアとしてはピークだったと思うんですが、准教授の後教授にはしてくれなくてですね、その後、大阪大学のタンパク質研究の中村さんという方に拾っていただいて、でここが中村春教授が BDBJ という皆さん手元にちょっと小さなパンフを配ったと思うんですが、タンパク質の立体構造データを集積するデータバンクの、日本支所というのを、管理しています。で、私は実はその PDBJ の管理スタッフじゃなくて、ボスは PDBJ の管理してるんですが、その下の別のプロジェクトで雇われていて、それを多分、立場上説明しないといけないので最初にちょっと言います。創薬と支援技術基盤プラットフォームっていうので、多分これ皆さん、知らないですよね。聞いたことありますかね。これは何かというと、10年ぐらい前にタンパク3000っていうタンパクの立体構造をどんどん決めましょうっていうプロジェクトがありました。でその後それは、すごく大きなお金を使って、で、うまくいったという人もいれば、なんか批判も随分されたんですけども、その後タンパク3000の後、ターゲットタンパク質っていうプロジェクトが5年続いて、その後に出てきたのがこれです。でそれで、何をしているかというと、まず解析拠点というところは、スプリング8とかフォトンファクトリーとかっていう X 線源を管理すること、あるいは、タンパク質の要するに立体構造を決めるための、施設の運用をしています。でそのために X 線だけじゃなくて、例えばタンパク質の資料の調整であるとか、発現であるとか、そういったこと、あるいはバイオインフォマティクスもあると。で制御拠点というのは、これは主に東大の薬学部が化合物のライブラリを10万ぐらい持っていて、それの、配布、あるいはそれを、仕様にした合成展開みたいなことをやると。で私は実はこの情報拠点というところに行って、これはこの2つに比べるとちょっと影が薄いんですけれども、データベースの構築であるとか解析の整備とか、そういうことをやっていると。でこの3つとも、基本的にこれは、研究が半分で支援が半分だと言われていて、広く会社の方も含めたいろんな方に、いろんな技術支援、あるいはもう例えばライバルの場合でも物を直接供与するということをやるというふうになっていて、この創薬等でウェブで検索していただくと、この、プラットフォームをご利用希望の方の、この、利用したいんですというのの、申請ページが出てきます。で、要するに解析拠点はスプリング8を使いたい人の窓口で、
制御拠点は化合物ライブラリ使う人の窓口 で情報拠点というのは、まあ、結局私が属しているんですが、まあ、例えば構造予測であるとかドッキングであるとかホモロジーモデリングであるとかそういった、解析をしたいんだけどどうすればいいんですかというのが窓口になるというふうになっています。ですので興味がある方は、こちらを見ていただいてこんなことがしたいんですがどうすればいいんですかみたいなことを聞くとまあ、情報的な話だったら私の人は答えてくるとそういうふうになっています。で、今日の内容なんですが、ですね、どうしようかと思ったんですが、基本的には立体構造のデータをほとんど見たことがない方をと想定します。で、多分それでよろしいんですよね。あんまり普段構造データを見てない方。でそれはまあとりあえず、まあ、見てみましょうということを考えています。で、どんなタンパク質をネタにすればいいんですかって事前に聞いたところ抗体とウイルスでお願いしますというふうにこう即座に返答が来たので、急遽抗体でネタを作りました。で私自身は先ほど申し上げたように必ずしも免疫学も全然専門でも何でもないので抗体の構造っていうのも、まあ、今日来る前に少し勉強した程度で知らないんですがまあ、一応皆さんの方が多分抗体の構造に詳しいと思うんですが私の方は立体構造に多少詳しいということで、まあ、そこをいろいろ教えていただくことがあれば言ってください。で、これ全部抗体を元にしてるんですがまず見てもらうのは SS 結合抗体は非常にたくさんダイサルファイドモンドがあります、まあ、それをまあとりあえず見てみましょう。立体構造上どこどこを結んでるか見てみましょうと。で、あと CDR ループこれ多分こういう言葉は分かるんですよね。抗原決定器の一番バリアブルな部分のループです。の部分は構造上どうなっているか見てみましょう。あとは、抗体と抗原の複合体の結晶構造というのが非常にたくさん出ています。それの、まあ、古典的なものを持ってきて、その抗原に対する抗体の結合部位、まあ、いわゆるエピトープって言っていいんですかね、という部分を位置を確認しましょうと。で、この3つは比較的簡単なので、先ほど言ったラスモノという非常に簡素なことでできます。で、あと後半はもうちょっとややこしい話で、これちょっとホモロジーモデリング的な意識なんですが、立体構造のデータ多いといってもそんなにたくさんあるわけはないので、特にマウスがやっぱり多いです。抗体の構造としてですね。で、それをマウスの構造を元にして人の構造をモデリングするときはどういうふうにすればいいのかっていう。の意識でマウスの立体構造に人の抗体配列をこう重ねてみるとどうなるかという話で最後に、これも、こういうことをやってほしいというご要望があったので持ってきたんですが、1アミノ酸の変異が入った時にその変異によって構造がどう変わるのかというのを簡単なモデリングというのをやってみる。でこの2つはちょっ と, 普通のただのグラフィックスじゃなくてですね、付加的な機能がついているものじゃないと難しいのでこの UCSF キメラっていうソフトを使ってやってみようと思います。ということで、それでまず立体構造データっていうのはどうなってるのかっていうのをちょっとご説明しますね。でこの辺まああんまり用途もわからないかもしれないので、ちょっとまあ簡単に説明しますけれども、まあ、構造データがどうやって決定されるかっていうのは基本的には X 線結晶解析という方法と、まあ、NMR という方法の2つです。で、大体割合から言うと、こっちが8割ぐらいかな、こっちが2割ぐらいですね、今のデータを構成していると。で、それで、こういうのを、やったことがない方は、なかなかどうやって形が決まるのかっていうのはイメージがつかみにくいと思うんですが、一応操作的に手続きだけで言うと、まず X 線結晶解析の場合にはとにかくある一つのタンパク質だけを大量に発現してものすごく濃くかつピュアにしなきゃいけないんですね。でそれで非常に濃くピュアにしていくっていう過程を繰り返していくと不思議なことにまあこういう塩の結晶みたいなことが出てくるわけですね。でものすごく小さいんですが1ミリぐらいしかないんですけどもこう一応出てくると。でこれに X 線を当てるとこういうふうに解説パターンが出てこれを逆振り変換する と,、こう密度マップっていう電子密度が出てきます。でこの電子密度にちょうど合うように原子をこうピュッピュッピュッと置いていくっていう作業をします。それを、まあ、原子モデルの構築で それで、一応原子の中心の位置が出て出来上がりとこういう感じのストーリーです。で、NMR の場合も最初はほとんど同じでやはり大量発現して生成すると
だけど結晶化する必要がなくて非常に濃い溶液の状態で、確率共鳴解析ということをします。非常に強いあの磁場のパルスをパンパンと当ててそのレスポンスを見るということになります。でそれをやることによって、どの電子とどの電子が近いのかっていう距離拘束だけが出てきます。でその近いという距離拘束を満たすように3次元の構造を起こしてきて出来上がると。で出来上がると両方とも原子の中心座標が出てきて同じようになるんですが、まあ、やり方はこのところがすごく違うということになります。で、それで、まあこれも当たり前なんですが一応あの、状況を説明しておくと、この両方の方法もあの顕微鏡で分子を見ているわけじゃなくて、あの非常にたくさんの分子の平均構造を観察しています。だからあの生成しないとうまくいかないというのはそういうことです。でもう一つ、たくさんの分子の平均構造を観察しているから、それぞれの分子に構造の違いがあるとうまくいかなくなります。これは両方そうです。だからあの原則的に非常に大きな分子とか2つのタンパク質が複合体を作っている場合とかは、複合体がついたり離れたりするのが1つのサンプルの中にあったらもうダメになっちゃう、見えなくなってしまうということです。であとはあのこの、まあ、この辺はご存知かもしれませんが、あの発現生成結晶化とかいうステップであのタンパク質ごとにこう個性があってそれぞれ調整が必要になってくると。でこれだから配列解析と全然違ってて、 DNA を読むのとタンパク質の形を見るのと全然ここは違ってくると。それぞれのタンパクごとにこう微調整が必要になってくる。であとは、この最後の段階が実はもう完全にこれ計算機だけの仕事になりますので、あの計算機の支援があって初めてここができるというふうに、計算機を非常によく使う、実験の人たちです。それで、データはどんな風になっているかというと、それで、ですね、こういうあのタンパク質の一体構造のデータベースを、PDB、プロテインデータバンクと言います。それで、プロテインデータバンクだからタンパク質のデータバンクで、立体構造という名前が全然ついてないっておかしいじゃないかと思う方もいるかもしれませんが、これはできたのがものすごい古くて1971年ですね。だからジェンバンクより古いです。つまりあの、DNA の配列解析ができる前にタンパクの立体構造ができてきたってことですね。なんであのタンパクのデータベースと言い放った多分、そうですね、立体構造出たのが最初は早かったということです。ものすごい古いものです。でそれからもう40年ぐらい経って今どういう状況になっているかという と、今3局でやっています。アメリカの RSS-PDB とヨーロッパの PDB と日本の PDBJ というのが、3つで同じフォーマットでデータを収集していて、それを加算してやると、ちょうど配列データベース の g e n b a n と DDBJ とエンブルの関係と同じような感じでやっている。であの PDBJ というのが今僕が所属する研究室でやっている仕事です。でデータは何が書いてあるかっていうと、これもまあフォートラン風のすごい古い固定フォーマットのデータなんですけれども、まあ基本的にいろんなことが書いてあるんですが、一番重要な部分はこのアトムとかヘッドアトムとかの行で、このアトムっていう 行が一つの原子に対応します。で、原子番号はバーッと振ってあって、で NCACO とかっていう原子名があって、メットとビチオニンとかグルタミンとかイソロイシンとかっていう、3文字表記でアミノ酸が書いてあって、で、残機番号があってチェーン ID が書いてあって、あとは XYZ の量がバーッと書いてあるというこんなようなデータ形式になっています。それであのデータを見る上で、皆さんが見る上でやっぱり一応知っておかなければいけないのは、ちょっと書いたんですが、あの基本的に、残機は3文字表記で書かれていますので、この3文字は、まあ、皆さん覚えていると思いますけれども、まあ、知らないと選択ができないということになりますね。MET はメチオニン、 GLN はグルタミンということは、まあ、あの分かっていただきたいと。でそれであのちょっと話がややこしくなるのは、アミノ酸だけだったらいいんですが、例えばタミフルとかイエッサとかそういう薬が入ってたらここには何ペ入るのかっていうと、これは結構不思議な文字が入ったりします。イエッサは IRE なんですが、タミフルは G39 と書いてあったりします。のであのこの3文字表記が何ペ書かれてるかっていうのは逐次データベースで一回見ないといけないというふうな状況になります。であとはあの原子名なんですが、これも、結構ものを見るときに重要になってきて、PDB には独自の、原子の ID が振られています。でこれ一応あのタンパク質を2つ持ってきたんですが、ここが主鎖ですね。
で主査は NCα、Cα、CA って書きます。CO で、これはターミナルの基準ってなってて、で、速差の部分は Cβ を CB、C ガマを CG、Cδ を CD と書いて、これは O、イプシロン2って書いて、OE2 と書いて、こんなような書き方で書かれています。ので、これも一応ある程度知っていないと、選択がうまくできなくて、その原子は何かって言ったらね、こういうふうに名前が出てきますから、それで、見る必要があるということです。なので、まあ、一応そこだけ、3文字表記で、アミノ酸残基が示されていて、でそれぞれに独自の原子名がついているということは一応頭の隅に置いておいてください。でどういうふうに呼ばれているかっていうのは、しかるべくウェブデータベースを見ると全部一緒になって書いてあります。それで、一応お題目として、一体構造のデータベースを探すというふうに、言われてきたので、まあ、PDBJ の大体どんなふうになっているか簡単に紹介します。これ PDBJ の今のウェブサイト で、いろんな検索の仕方ができるようになっているんですが、ここ一番上にフォームがあって、ここにフリーキーワードを入れると一応出てくるというふうになっています。で、さっきちょっと言い忘れたんですが、全ての PDB にはですね、PDBID っていうのがついていて、この場合だったら 1AR っていうのが、これが実体構造のエントリーの単位なんですね。で、最初が数字で、後ろ3つが A 数字ってなってるもの。で、これが分かっていれば、例えば皆さんが、立体構造を決めたっていうネイチャーの論文かなんかを見ると、ネイチャーの論文の一番最後のアクノレジメントに近いところに PDB コードは何とかだって書いてありますから、でそれを論文からスタートして見る場合は、それを入れて例えば 1IGT とか入れれば、その論文で決めたものが直接見ることができるということになります。でこの PDB では分かってるとすごく話が早いんですが、分かってないとなかなか結構実は検索するのが大変で、例えば皆さんがイミノグロブリンヒューマンっていうのはこれも通るんですが、そうすると、ものすごくたくさん出てきます。多分500ぐらい出てくるんじゃないかな。なので、それ以上こう細かく、どんどんキーワードを増やしていかないとこう、うまく詰めていけないんですけれども、まあ一応とにかくフリーキーワードを通りますので、あと日本語でやってもできます。免疫グロブリン人とかカタカナで言っても同じ結果が得られるようになっています。で、あとはアミノ酸配列が分かっている場合ですね、知りたいタンパク質の立体構造のアミノ酸配列が事前に分かっているのであれば、ブラストル検索ができるようになって、シークエンスナビゲーターというサービスでできるようになっていますので、それは実は結構手堅い方法です。配列が分かっているのであれば、アミノ酸配列をペーストすれば、それを対応する立体構造を出してくるということは、確実にできるようになっているということです。で、今回は、一応 PDBID が分かっているという過程で、1IGT という、これ後で皆さんに見てもらうんですけれども、これを入れたとすると、こんな風になって、1IGT の、詳細が出てきます。で、これが結構、分かりにくい言葉で書いてあるから直してほしいといつも言ってるものなんですけども、概要で、こういう文献情報みたいなのが出てきて、構造情報っていうタグを見るとですね、これが実は結構重要なんですが、どういうタンパク質が中に入っているかっていうのが出てきます。で、この 1IGT の場合には、チェーン ID というのがあってですね、これも後で説明しますけれども、PDB のここの A って書いてあるところなんですが、1つのエントリーの中に1個のタンパク質が入っている場合だったら問題ないですが、2つ以上入っている場合、例えば抗体だったら、L 差と H 差が必ずあって、場合によっては2本ずつあったりします。で、インフルエンザのウイルスとの複合体だったらもう18本とかあったりします。そうすると A 差 B 差あるいは L 差 H 差 M 差 J 差とかっていうアルファベットでどんどんこうタンパク質ごとに ID を振っていくってことをやります。で、それがこのデータだと、A 差と C 差が L 差 B 差と D 差が H 差、ややこしいですねっていうふうになっていると、後で見てもらいます。 これはマウスのイミノグロブリンというふうになると。で、それでダウンロードする場合はこうダウンロードっていうタグが出てきますので、そこで、いろんな形式があってややこしいんですが、とりあえず上の方にある PDB というのをダウンロードしてもらえれば、そのデータが得られるということになります。
でそれで、ウェブ上で構造を見る場合はこの横に絵が出ていると思うんですが、そこに、非対称単位を表示、非対称単位を表示ってこれもなんか非対称単位とは何だとみんな思うと思うんですが、まあ、深く考えないから構造を表示だと思ってください。でそれで JMOL っていうのを選ぶ と、まあ、こんなような構造が出るはずで、で、ただちょっと私も先週あたりからちょっと困ったんですが、今年に入ってから Java の挙動がちょっと不審になりまして、うまく動く人と動かない人がここ出てくるというので、うまくいく人はきれいにこう出ると思います。あと下のよろずみというのをやるとこうに、同じようにこうきれいな、もっときれいな、色彩が出てくるということになります。で、最初はこの JMOL で演習をしてもらおうと思ったんですが、なかなか、うまく動かない。で一番問題なのは僕が使っているノートパソコンでうまく動かないというのがありまして、それで、やめました。でもっと先ほど言った USB でやるという方にします。で、ラスモルというのを結局使うことにするんですが、これはもう古めかしいソフトで、作り始められたのが1990年代ぐらいですね。なのでもう20年ぐらい前のパソコンでも動くようなソフトだから、今だともうものすごい早いとも言えます、逆に。でそれでできることは非常に限られているんですが、できることしかできないという意味において、こういつまでも使いやすいというか、こうどんどん機能が増えていくということを避けているんですね。で、まあ、いろんなプラットフォームで動きます。でこれインストールは簡単なので、このラスモルのページに行って Latest Windows Installer というのをダウンロードしてダブルクリックすればもう一発でいきますので、まあ、使いたい方は。でこれはあとライセンスがオープンソースのフリーウェアなので、企業の方でも使えるということです。で、これのバイナリーが実は皆さん USB の中に入っているので、やってもらいましょう。ということで、それではですね、USB メモリーを挿してください。で、ちょっと明るくしてもらっていいですか、ね、少しいいですか、照明。それで、まあ、なんかこんな風にちょっと聞かれてきてですね、トレンセンあごめんなさいね、なんかトレンセンドっていうこれ USB のメーカーですけども、で多分 D ドライブだか E ドライブだかがなって、こうプラクティスっていうフォルダが出てくると思います。いいですかね。で、これをダブルクリックすると、下にいろいろフォルダが入っていて、このカイメラ、キメラとラスインっていうのはこれプログラムのバイナリーが入ってます。それで、PDB っていうのはこれ PDB データがこの中に入ってます。で、シークエンスって後でやる、配列データヒューマンの抗体が入ってます。それで、一応私の希望としてはこのラスウィンショートカットっていうのをダブルクリックするとラスモルが立ち上がるともう期待するんで、これクリックしてみてください。バーンって。でそうするとですね、私の環境ではこう出ないんですが、で出ましたかね。で出なかった方はですね、焦らずに、ラスウィンというフォルダーに行って、ラスウィンアプリケーションっていうのがあります。これをクリックするとこういう窓が出ると思います。いいですかね。ちょっとこれも、電車の中では出ないなと思ったんで、一応ストラクションをかけました。まずこのラスウィンっていうののショートカットっていうのをクリックしていただいて、これでちゃんと出た人はそれで OK です。で出なかった方は、なんかこんなエラーが出ると思うので、そうするとこのラスウィンっていうフォルダーに行って、ラスウィンっていう小文字のこれをクリックすると、こういう黒い窓がこういうふうに。こんなものが出てくるんです。まあ、文章は何も表示されてないと思うんですが、出ましたか。ちょっとなんか大学の演習をみたいな感じです。皆さん出ましたか。うまくいかないって方がいたら、こういうやり方でやるとすごい。こういう画面がうまくいかないという方います。出ました。大丈夫ですよね。あ、それは無視してください。打ってでもドネートするでもいいですけれども、
そしたらですね、これ、基本的な使い方は素朴です。で、ファイルっていうところでオープンというのをやって、そうする、それで今、プラクティスっていうフォルダーの、今どうなってるのかな。僕の場合は D ドライブには USB になってるんですが、プラクティスっていうフォルダーの中に PDB っていうのがあります。で、その中に PDB ファイルがいくつかあって、1IGT っていうのを選んでください。これです。1IGT。を選ぶと、こんな構造が出ます。まででいいですか？出ましたか？大丈夫ですよね。出た方はですね、マウスで、左ボタンでドラッグするとこう回転します。でマウスがない方は、ノートパッドでこう左を押しながらこうドラッグすると回転するという。でこれで大学でやるときはここでみんなおーって言って並ぶんですけど、皆さん言わないですよね。元名ですよね。で、あと、何をするんだったっけな。これ見て分かりますかね。これ IG なんですよ。Y 字型をしてますよね。それで、簡単にできることは簡単にできて、このディスプレイっていうメニューでこれをいろいろ表示の仕方を変えることができます。で最初ワイヤーフレームになってるんですが、このバックボーンってやるとこういうふうに Cα をつないだ表現になります。バックボーンとかスティックスとか、スペースフィルってやるとこういうものになったり、リボンってこんなになったり。でカラーズっていうところを変えると、最初モノクロームなんですが、いろいろ CPK なのシェイプリっていうのは、これアミノ酸ごとの色の付け方ですね。でチェインってやるとチェインごとになります。で、拡大縮小は、シフトボタンを押しながら、左マウスでドラッグかな、シフトを押しながらやるとこういうふうに拡大縮小ができます。それも、資料に、ありましたので、マウスの操作の方法っていうページがありますが、ちょっとごちゃごちゃ書いてますけど、左ボタンでドラッグで回転で、変身は右ボタンでドラッグで、ズームインズームアウトはシフトを切り流したりとかっていう、そういう感じで使っています。それで、ちょっとだけこの分子について説明すると、ディスプレイをカートゥーンにして、カラーズをチェーンにしてください。ディスプレイをカートゥーンズにして、カラーズをチェーンというふうにしてやると、正しい向きっていうか、そのあるかどうか、こうですかね。これ後ろちょっと待ってね。こうした方が、個体のことについては皆さんが多分私より、20倍ぐらい詳しいと思うんですけども、言わずもながらが、説明すると、個体は、H 酸と L 酸が2本ずつ組み合わさって性質結合してできております。で、この場合は、このコシアンのここからこう来てるのが L 酸の一方で、今よりがちょっと分かりにくいんですが、ここからこう来てるのが L 酸のもう一方ですね。で、あ、ごめんなさい、長い方 H 酸で、 H 酸と H 酸です。でライトチェーンの方はこの短い方がライトチェーンが2つついているということで、全部でタンパク質は、4個あります。で、さっきの、PDB のとこでちょっと説明したように、
この場合は後で言いますけれども、L 差2本が最初の L 差が A、 次の L 差が C、 最初の H 差が B、 次の H 差が D という名前で書かれています。それでですね、これでただぐるぐる回して見てるだけだと、まあなんかこうオープンキャンパスのデモみたいな感じで、それで終わっちゃうんですね。でもうちょっと真面目にこう見ようという場合には、もう少し面倒くさいことをする必要があります。で、まずですね、このラスモルっていうのは基本的にこのマウスとこのメニューで全てが済むかと一見思うんですが、実は最初のバージョンのラスモルはメニューなんかなかったんですよ。メニューなしでした。で どうやってやるかっていうと、コマンドを打つっていうやり方でやるんですね。でそれで、それがラスモルの嫌なとこであり面白いところでもあるんですが、この、Windows のこの下のバーのところにこの三つ玉がのアイコンがありますよね。でここをクリックするとラスモルコマンドラインっていうのが出てくると思います。いいですかね。これをそのまま選択するとなんかこういう Windows が出てきます。ここまでいいですか、ね、下の側のこの三つ玉のアイコンをクリックしてラスモルコマンドラインっていうのをやると、消えちゃった、これが出る。でここにコマンドをキーボードで打つんです。打つと表示が変わるっていうような仕掛けになっています。でこれを打っていただきましょうっていうふうに、話が進みます。でこの辺から近畿大学の学生は嫌な顔をし始めるんですが、まあ、ちょっと頑張ってやりましょう。ですね、どんな風なものを打てるかというとですね、基本的なコマンドの感じっていうのは、これグラフィックソフトですから、表示の仕方を変える、赤くしたいとか、Q で書きたい、ワイヤーで書きたいとかっていう、そういうのを、やるコマンドが用意されてるんですね。だけどただ赤くしたいってやると全部が赤くなっちゃうから、それだと何をやってるのか分かんなくなるので、選択するコマンド、どの電子を選択しますかっていうコマンド、セレクトコマンドっていうのがあります。でそのセレクトコマンドで何かを選んで、選ばれたものに対して何かをすると、選択と実行、セレクトとアクションの組み合わせになっている。でこれ大抵のグラフィックソフトはこんな風になっています。で例えばですね、全部赤くしたい場合はセレクトオールカラーレッドってやると真っ赤になります。まあまあ面白くないですけどやってみましょう。このコマンドラインで、セレクトオールってやると全部が選択されて、カラーレッドってやると全部が赤くなります。いいですかね。で今全部が選択されている状況なので、カラーレッドで赤くなるのはカラーブルーってやると青くなります。いいですか。セレクトオールってやってカラー適当な、まあ、オレンジとかブラウンとか、ゴールドとか、多分大抵の色は理解されますってやると、これ色が変わるという仕掛けです。でこれだと面白くないんですが、そんなに面白くないんですけれども、どんどんセレクトの分がいろいろ複雑に組むことができて、例えばセレクトフェ PH ってやるとフェニュアラニンだけが選択されます。でセレクトフェスペースフィルってやるとフェニュアラニンだけがスペースフィルになるとか、今チェーンが何チェーンもあると言いましたけれども、そのあるチェーン A チェーンだけ選びたい場合は、ちょっとこれ書き方が特殊なんですが、セレクトアスタリスクコロン A って書くと、これが A チェーンだけを選ぶことになります。ちょっとやってみましょうか。これ今、ま、全部オレンジになってますけど、セレクトアスタリスクコロン A ってやると見にくいですかね、こうすると A チェーンだけが選ばれて、それでカラーレッドってやると A チェーンだけが赤くなります。ほら、で ABCG って全部あるので、それまで全部選択して違う色で塗るってことが、めんどくさくなければまあできるという、そんな感じですね。これ今、適当に塗りましたけど、長い棒が ABC さ、これ ABCD ってなってるという感じです。
で、じゃあ、残機番号ですね、何番目のアミノ酸かというのを、どうやって示すかというと、それは数字を入れて、でこの場合4つ点がありますから、 A さんの50番目っていうのは50コロン A っていうで、例えばこれもやってみましょうか。50コロン A スペースフィルってやると、A さんの50番目、これで50番目が選ばれて、スペースフィルってやると、どっかここかな、ここだけ、これ50番目のものが9の表示、スペースフィルっていうのは9の表示になるね、っていうふうになる。であとこれもちょっと複雑なんですが、距離を測りたいというふうなことをなんかメールでご要望いただいたので、距離の測り方ですね、 A さんから4オングストローム以内にある B さんの残機を選びたいというのは、セレクトウィズインというコマンドがあって、ウィズイン距離、コロンドット A って書いて、アンドアンド B、 これはアンドです、これであってこれであるという条件ですね。でそれを Wireframe100 って書くと、これで A さんに近い B さんの部分っていうのを選択できる。こんな感じでして、まあこんな感じなわけですよ。でそれでですね、でイミノグロブリンをじゃあちょっと見てみましょうということで、 IgE の構造っていうのは、これも多分皆さんはご存知なんだと思いますが、イミノグロブリンフォールドっていう、これ特よく見られるベータサンドイッチっていって、ベータシートが2枚こういうふうに連なった構造っていうのは、こういうドメインがあって、それがライトチェーンはこれが2つ、エッジチェーンは4つっていうふうに並んで作られています。それでこれはセルに載ってたのを私が見ようで書いたんですけども、エルサ、この一塊がイーノグロフィンドメインで、形的にはこういうベータシートがこういう感じになります。でこれが2つ連なりになっててがエルサで、4つ連なりになっているのがエッジサルと。で、ドメイン名前がついていて、これも皆さんご存じだと思いますが、バリアブルドメインと、C は何でコンスタントでしたっけ、コンサバティブでしたっけ、すごく配列の変化が大きい部分とほとんど変わらない部分、フレームワークと言われている部分に分かれていて、この Y 字型の先っぽの部分が非常に抗体ごとの配列の差が大きい部分、それを V、バリアブルドメインと言います。でそうでないのも C、コンスタントかなというふうになっているというふうになります。で SS 指標がものすごくたくさんあって、それぞれのイミノグロビンフォールドのベータサンドイッチの向かい、この2枚のベータサンドイッチの向かい側とこっち側に SS のダイサルファイドボンドが全部あります、こういうふうに。でそれ以外に、L 差と、H 差を結ぶ SS と H 差同士を結ぶ SS とかいっぱいかかっているというふうになっています。で最初の課題としては、じゃあ本当にこうなってるかどうか見てみましょう、 SS テストが本当にこんなふうについているのかというのを見てみましょうというのが課題1です。これをやってみましょう。で、まずどうするかっていうと、もう皆さん一応、ラスモを立ち上げて、この OneIGT というのを開いていると思います。でそれで、それでですね、やってもらいたいことは SS の位置を確認するということなんですが、まずちょっと表示を整えるためにこんなのを打ってみてください。バックグラウンドホワイトっていうのは背景を白くする、でも白くした方が見やすいの でセレクトオールで全部選択して、ワイヤーフレームをフォースにしてバックボーンを100にしてカラーをチェーンするというので、ちょっとやってみましょう。カートゥーン、これだけは足りないかな。一回変な表示になっている方は一回終わった方がいいかもしれません。一回じゃ終わってください。終わって、終わるのはエグジットして、でもう一回立ち上げてください。最初から立ち上げて、もう一度一回終わってラスインを立ち上げ直して、もう一回 OneIGT を読んでください。
そうするとデフォルトだとこんな風な、黒いバックでワイヤーフレームのようなのが出てます。でこの段階で、このコマンドを打ってみてください。この、ボリュームですね、バックグラウンドホワイトセレクトオールワイヤーフレームフォルスバックボーン100カラーチェーンってやると、やってみましょうか。あの打ち間違えたら、ね、なんかエラーが出るので、そしたらもう一回打ち倒せば大丈夫ですので、最初の5行を打つと、まあ、こんな風になると思います。タンパク全体が、CR バーを結んだ時のバックボーン表示になって、一応、チェーンごとカラーチェーンというのはチェーンごとにバラバラの色にするというコマンドですね。でここまでできたら、この中でシステインの部分だけをちょっと強調して見てみましょうっていうのが、この次 の, あの3行のコマンドです。セレクト指数ワイヤーフレーム100から CPK、 これセレクト指数っていうのはシステインが3文字表記は CYS なんで選んで、ワイヤーフレーム100っていうのはこれ、あの原子ごとのワイヤーモデルですね。の100ってこれ太さです。このバックモードですね、太さです。でカラー CPK っていうのは CPK カラーっていうのがあって、まあ、あのよくある、炭素は灰色、酸素は赤、窒素は青っていう、あの化学の人が好むカラーリングです。それをやってみる。そうやってみます。セレクト指数ワイヤーフレーム100カラー CPK ってやるとこれ全体が大きいのでちょっと身に分かんないかもしれませんが、システインだけが、ワイヤーフレーム表示になっているはずです。なっているはずです。で、シフトボタンを押しながら、マウスの左ボタンでドラッグするとズームインができますので、シフトキーを押しながらこうやってやるとこうズームすることができます。いいですかね。でシステインが、だけが、ワイヤーフレームで表示されていて、でステインの S が黄色で書かれています。だから黄色いあの2つのステインが向かい合っているところが SS 結合ですね。例えばここです。こんな風になっているところで、これはちょうど、2つのヘビーチェーンの SS 結合の部分で、であのセルだと2本って書いてあるんですが、ここ3本ありますね。 1,2,3 あります。で、まあ、他のところも一応見るとそれぞれのドメイン内にこう1個ずつ SS があって、で、L と H のね、あごめんなさい、こう来てこう、ここはバリアブルですね。バリアブルの次のコンスタントの、下に根元にこう SS があるという、この、セルの、通りですね。最初の C ドメインの根元に、L と H をつなぐ SS があるとかいうのが分かって、ああ教科書通りだなということが分かっていただければと思うんですが、どうでしょうか。うまくいきますか。なんか、うまくいかないとか、どうすればいいんですか。あれば、まあ、前だけ、まあ、ズームはシフトをしながらですね、あのマウスがないと見られない。それで、まあ、あの抗体はこんな感じで、で多分おそらく皆さん関心があるのは、あの抗体と抗原 の, あの結合だと思います。でそこが一番、まあ、ミステリアスでややこしくてかつ面白いところなんですが、これ Y 字型なんで、これをいくら見てても実はあんまり面白いことは実はそんなには分からなくてですね、
何かの光電との複合体を随時見てみることにします。でそれで光電との複合体はものすごくいっぱいあって、今 PD 見ると多分1000ぐらいあるんじゃないかと思います。いろんなあの光電との複合体で、それで何を選んでいいのかちょっと困ったんですが、まあできるだけ古典的なものにしようということで、リゾチームにしました。あんまり皆さんあんまりこれは興味はないと思いますけれども、これ昔80年代ぐらいに出た、まああの構造で、鶏の卵に入っているリゾチームですね。それと抗体との複合体です。でこの場合は、3HFM という PDB で登録されています。でこの場合はあの先っぽしかありません。なんて言ったらハブっていうんですかね、 ここだけですね。こっちあの後ろ側のこの部分とここは切ってあって、ここだけとこれにリゾチームが上についているという構造を、見てみましょう。でそしたらですね、まずあの今 1IG テーブルを作ると思うので、これ1回プログラムを終わるか、まあ クローズってやるとデータが全部消去されます。でもう1回オープンで、3HFM っていうのを選んでください。そうするとこんなのが出てきます。それでデフォルトはちょっと見にくいので、メニューからディスプレイカートゥーンでカラーズチェーンっていう風にしてください。そうすると、3HFM.ent っていうファイルを読むと、ディスプレイカートゥーンズカラーズチェーン、メニューで選ぶわけです。ってやると、こんな風な表示になると思います。ディスプレイカートゥーンズカラーチェーン。それで、この場合はですね、あの鎖の名前の付け方が、まあ、比較的分かりやすく L 差は L、 H 差は H で、リゾチームは、真ん中の Y、 ライゾサイムの Y を取って Y。でどれがあのどの鎖かっていうのが、多分例えばこれパッと見てどっちが H 差かだと、これさすがにこれ分からないですね。これがリゾチームだろうなっていうのは皆さん予想がつくと思うんですが、これとこれがどっちが H ですかって聞かれても、よほどのプロじゃないと分からないと思うんですが、それを知るためには、あのこれ実は画面上でこうクリックするとですね、その原子名が表示されるようになっています。こう例えばこうクリックするといいですか、この分子が出ている状態でマウスでクリックすると、コマンドラインのところに原子名が表示されます。でこの緑色のところでクリックすると、なんかグリシン26チェーン Y って出てきます。で青いところでクリックすると、なんかチェーン L、 こっちがチェーン H ですね。だからいいですかね、このコマンドラインが見える状況で分子の上でクリックすると、クリックした原子名が表示されると、一番最後にチェーン名が出てきますので、これで見ると青い方が L で、薄い緑の方が H だということが分かります。そんないいですかね。で、だんだん話が、ややこしくなっていくんですが、まああの抗体自体はややこしいのでもうしょうがないですね。この話にします。でこれも本当にややこしくて嫌なんですけれども、あのもうしょうがないですよね、こういうものなんです。これ辺は、多分皆さん、ご存知の言葉、相互性決定部位コンプリメンタリーディターミニング CDR っていうのが抗体にはあって、私も教科書以上のことは実はあんまりよく知らないんですけども、バリアブルドメインは基本的に、配列の多様性が高いんですが、その中でもものすごい高いところが、それぞれ3箇所残されています。で そういうところを CDR と呼んで、残りの部分を FR フレームワークって呼ぶ と、セルには書いてあるということです。でその CDR の場所っていうのが、でこれは、別名は超可変領域ハイパーバレルリージョンっていうふうに呼んだりします。で それがもう残機番号がもう決まっていて、で逆に言うとこの残機番号になるように PDB の抗体は 大抵残機番号が付け直されている、人でもマウスでもこの残機番号になります。L 差の CDR は3つ、L1、L2、L3、
H3 の CD容量3つ、H1、H2、H3 ってあって、それぞれ L1 は25から33、L2 は49から53、L3 は90から97になっているというふうに、決まっています。でこのナンバリングはカバットのナンバリングっていうのかな。これこの値自体はこの昔の87年のジョシュ・アンドレスクのこれ割と古典的な論文だと聞いています。カノニカルストラクチャー・フォー・ザ・ハイパーバリエーションっていう JMB の論文ですから取ってきたものですね。でこれを、本当に でこの部分というのは非常に配列の多様性が高いと同時に光電との結合部位になるはずです。だからこそ、抗体はさまざまな光電を認識できるわけですから、配列が一番変わりやすい部分で、抗体を光電を捕まえるというふうになっているはずですので、それを確認してみましょうというのが次の課題です。ちょっとこれうんざりするかもしれませんが、まあやってみましょう。何をしていただくかというとですね、この最初の部分は全体の絵の調整です。これ、全部を、バックグラウンドホワイトにしてバックボーン表示にして、全体をグレーにして、で、バイチェーンイゾチームだけをグレーにするとした後に、CDR をそれぞれ別の色で塗ってください。でこれ番号付けはさっきの表を JMB の著者の論文に書いてあったものをそのままコピーできたんですが、セレクト 25-33-L ってやると L チェーンの25から33番目が選択されます。でこれをカラーレッド赤く塗ると、同じように、これが L1 なんですが、 L2 を選んでイエロー、 L3 を選んでオレンジってやるとこのループの部分が色がついて見えるんです。で同じことを H1、H2、H3 に関してもやると、この CDR の部分が全部色付けされて出てくるというふうになります。でこれやってみると本当に、まあ、当たり前なのかもしれませんが、両チームの結合部位に全部重なるように出てきます。いいですかね。ちょっと私もじゃあやりますと、ですかね。まあ、ちょっとタイプ量5割にはこんなもんかという感じかもしれないけど、もうそこのような柄で、まあ、一応教科書通りにそのバリアブルであるとされている、ループですね。ループっていうのはこういうふうにこう U 字型をしているというのがこうバイニングされてちゃんとリゾチームに接している部分にこう集中してくるということがお分かりかと思います。でちょっと余談というか、実は先週ですね、タンパク研でうちの大阪大学タンパク研で抗体工学のシンポジウムがありまして、その時に抗体の立体構造をモデリングしている人たちが集まってきてですね、そういうコンテストがあって、抗体の配列から立体構造を誰が一番うまく予測できるかっていうコンテスト、すごいに
限られたバイオ抗体マニアのバイオインフォマティクス人が集まってやるっていうそういうシンポジウムがあったんですが、その時みんなが口を揃えて言ってたのは、要するにフレームワークの部分を予測するのは簡単なんです。みんな同じだからですね。ほとんど変わらないです。で、このバリアブルループをいかに予測するかというところがポイントになってきて、で、皆が口を揃えて言うのは H3 が難しいと。H3 のこの、これで言うとマジェンタになってるんですね。が一番長95から100人って書いてあるところが、これが、長さのバリエーションがものすごくあって、これも多分ご存知の方はご存知だと思うんですが、長さが5残機ぐらいのから20残機ぐらいのものがすごいバリエーションが高くて、これを予測するのは非常に難しくて、でもう H3 だけのコンテストをすればいいんじゃないかとか、そういうさらにマニアックな方向にいく話をずっとしていました。みんな H3 の話ばっかりしていましたということです。それで、その次なんですが、でこれで、まあ、一応パッと見、このバリアブル CDR の部分がリゾチームを認識しているだろうということは分かるんですが、もう少し精密に、じゃあどのアミノ酸なのかというのをやる場合にはどうすればいいのかということを説明します。そうするとこのちょっと複雑なコマンドを打つ必要があって、セレクトウィズイン 4.0 アスタリフドット Y アンドアンドアスタリフドット H っていうコマンドで、これ何をやってるかというと、ウィズイン数字選択条件っていうのはこれオングストローム単位なんですが、オングストロームって多分皆さんあんまり、馴染みがない単位かもしれませんが、だいたい X 線の波長に相当するような単位で、普通の炭素の、球表示したというのは炭素の半径がだいたい 1.5 から 1.8 ぐらいっていうか、だいたい 2ぐらいが原子半径、1から2が原子半径って感じで、その原子の大きさのオーダーとだいたい相当するぐらいっていうことですね。だから、4ぐらい離れてると、共有結合はしてないけど接触してると、シード結合とかソリッドブリッジとかだいたい4以下ぐらいになりますよね。で、とりあえず4としました。で、これで within 4、これ YSAR の4オングストローム以下にある原子すべてというのを選択するのはこれですね。でそうするとYSAR はリゾチームなんですが、リゾチーム自身も当然4オングストローム、リゾチーム自身もリゾチームから見て4オングストローム以内に必ずあるので、リゾチームも選択されちゃうので、リゾチームじゃなくてヘビーチェーンだけは見たいというので、追加条件でこれ&ってやると、リゾチームから4オングストローム以下にあるヘビーチェーンの原子が選択されます。で、ワイヤーフレーム100ってやると、そこがワイヤーフレームと表示されて、でこれだけだと何が選択されたかわからないので、小セレクテッドっていうコマンドを打つと、この条件を満たす、つまりリゾチームから4オングストローム内にあるヘビーチェーンの原子の属するアミノ酸残機のリストがバーンと出てきます。でこれで見ると、30番目のセレオニンとか31番目のセリンとかっていうのが、リゾチームヘビーチェーンのリゾチームのバインディングサイトになっているということがわかるということです。でこれはそんなにタイプ量多くないのでできると思います。こんなやり方で、立体構造をもとに結合部位のアミノ酸を知ることが、できます。それで、ちょっと応用的というか、当然、これ今 H 差に対してやったんですが、 L 差に対してやる場合はこの最後の部分を L と変えれば L 差の移動チームに対する結合部位が出ます。それで、逆の場合ですね、つまりエピトープっていうんですかね、抗原側の抗体に対する結合部位を見たい場合はちょっと式が複雑になって、セレクトウィズン 4.0 の後 H 差、この縦棒2つが OR です。これ
計算機言語によく使う書き方で全部 OR になります。 H 差か L 差から 4.0 オングストロームにある Y 差の原子っていうふうにやると、でここを入れ替えると同じようにリゾチーム側の結合部位が出ることになります。というこんな感じですね。いいです。一応これでラスモールに関してもこんなところで、このくらいは、ちょっと努力すれば比較的簡単に できるということ。非常に簡単なソフトでもできる、ラスモールでもできますし、これウェブ上の JMOL のツールを使ってもできます。なんか、ここで一応次にキメラに入りますが、なんかここまで質問があればいいんですかね。皆さん一通りこんなことはできないのかとかそういうのがあってもいいですよ。いいですかね。で、このコマンドっていうのは実は他のソフトでも似た使い方ができてですね、今日は説明なんかうまく起動しないかもしれないってやらなかったんですが、ウェブ上の PDBJ から JMOL っていうソフトを使うとブラウザーの中でこう表示することができるんですね。でこれでこのブラウザーに表示している段階で、画面上で、マウスの E ボタンでドラッグするとこういうメニューが出てきて、これでコンソールというのを選ぶとこういうコマンドラインができます。でここにコマンドを打ち込むことができて、これはラスモールと全く同じコマンドをセレクトシスとかこう打って全く同じコマンドでウェブの中の表示されている分子の色を変えたりとかすることができるということです。ちょっと今これ不安定で Java がいけないんですけども、今直してますので、多分来月あたりから安定して動くようになってくると思います。そしたらラスモノ使わなくてもウェブ上で一応簡単に、結合部位とかを確認することはできるということで、ウィズインコマンドとか全部一応通りますということです。いいですかね。でそしたらですね、その次なんですが、ラスモールでできることっていうのはすごく限界があってですね、もともと90年代に開発されたソフトなんで、逆に限界があるところがいいところと、変わらないものの価値というようなものなんですが、そのもっと多機能で、表示もきれいなソフトっていうのが最近いくつか作られていて、その一つがキメラです。 UCSF キメラっていうソフトです。でちょっと説明しておくと、でキメラ、これアメリカ人はカイメラっていうのですね。カイメラ、日本人はキメラと呼ぶんだと思います。で、UCSF はこれカリフォルニア大学サンフランシスコのことで、そこの、某ラボラトリーで作られているソフトです。NIH の資金かなんかでサポートされている、加減費みたいなアメリカでされているようなソフトです。で、ラスモルっていうのは90年代のパソコンでも動くように設定されているので、あえて例えば色は256色しか出ないとかいうふうに決まってるんですが、キメラはもう全部使う、つまりグラフィックボードの機能を全部使うので非常に綺麗な描画をすることができます。であとはラスモールできないと分子表面の描画とか、簡単なモデリング、構造比較、配列解析とかいろいろ付加的な機能がついています。で直接中には持ってないんですが、例えばアンバー、これ分子動力学ってシミュレーションのソフトなんですが、あとドッキングのソフト、あるいはホモロジーモデリングのソフトが絵のこの、インターフェースを提供すると、計算を開始させるようなコマンドを出して結果の表示をさせるようなこともできるように作られているということです。でそれで、一応皆さんにとって問題だと思われるのは、アカデミックフリーであってですね、アカデミック政府系機関、非営利機関、個人資料においては無料にダウンロード可能で、そうでない方は有償だということになります。だから多分皆様は優勝ということになりますが、今回は、講習会なので、個人仕様だというふうに見なせばいいのかなと思います。ここはだからですね、動画配信の時はカットした方がいいかもしれませんね。だから
あの今日はいいと思うんですけども、あの本当に、キメラを仕事に使ってお金儲けをしよう、いいですよ、会社だからお金儲けの目的ですよね、という場合は違法になりますので、そこはあのでそういう場合、ちゃんと使う場合はあのちゃんとライセンスを取って、そんなに高くないと、値段は書いてないんですが、そんなに高くないと思うので買っていただければと思います。でそれで、使い方なんですが、まずこれ起動がちょっと大変な可能性があるので、キメラをインストールしておいてほしいって僕は一応言いまして、ちゃんとインストールしてある方はですね、してある方は、多分、おそらくあのスタートメニューから起動できたり、まあ、僕みたいにこういうアイコンができたりするので、これやってください。で、インストールしてない方はですね、このまずキメラショートカットっていうのを試していただいて、でこれあの僕の環境だとこれダメになるので、あのキメラっていうこの、フォルダーの下の BIN っていう下のキメラというのを選択してください。これ、これもインストラクションかけました。これ、ですね、あのインストールされてない方は USB メモリーの中のプラクティスキメラ 1.8.1BIN32 っていうフォルダーの中のもう一つの BIN というフォルダーの中にキメラっていうファイルがあります。でこれをダブルクリックしてください。で、ですね、ダブルクリックするとですね、この USB の場合はちょっと事情があって立ち上がるまで2分ぐらいかかります。なぜ2分かかるかはちょっと説明しませんが、ちょっといろいろ事情があって、今クリックしてみますね、キメラのクリックで。クリックするとなんかこう待ち画面が出て、消え、あ僕はあれですね、僕2回目なんですね、2回目の人はこの場合、最初の方はですね、これクリックすると 2,3 分待ちがあってもうダメじゃないかと思われる頃にこれが出てくると思います。ちょっと待ってみてください。うまく起動するとなんかこんなような青い画面が出てくると思います。ちゃんとインストールしてある方はすぐこれが出てくると。USB から、クリックする方はちょっと時間がかかる。時間がかかります。2分から3分ぐらい。Python の、 あのファイルを一回コンパイル始めちゃうので、そこがちょっと大変、時間。もともとすごく大きなソフトなので、いろいろ起動するのも最初は大変。ここまで来ましたかね、皆さん。で来た方はですね、まあ、早速使ってみましょうということです。でこれラスモルと違ってというか似てるところと違うところがあるんですが、やはりコマンドラインを使って入力するといろいろ自由に表示を変えることができるんですが、メニューも結構ラスモルに比べると拡充されていて、メニューだけでも結構なことができます。で今日はさすがにコマンド体系を全然違うの2種類覚えるのはもう無理だと思うので、メニューだけでできることだけでやります。でまず、ファイルを読むのは同じで、ファイルからオープンってやって、PDB のディレクトリから、まあ、さっき見た 3HFM を選んでくださいってやるとこんなふうに表示がされます。まあいいですかね。で、まあ、よく見ると分かると思うんですが、ラスモルよりずいぶん綺麗です。表示はすごく綺麗なはずですね。ここまでいいですか。キメラが起動してこないとかいう方がいたら言ってください。 USB から起動している方は2分から3分ぐらい出てくるまで時間がかかるので、辛抱強く待ってば出てきます。で簡単に、表示を変えて楽しむ場合は、プリセッツっていうところをクリックして、プリセッツインタラクティブ1とかってやるところが綺麗ですね。
プリセッツ、オールアトムズってやるとこんなになったり、プリセッツ、ハイドロフォビックサーフェスってやると、ちょっと時間がかかる。これはちょっと時間がかかる。なんかメモリ型がこんなものが出たりとかします。これはラスモノにはできない表示。これ、分子表面、あるいはコノリ表面っていうもので、水分子が入ることのできない領域を滑らかに詰めるということですか。これの下かな。それで、ちょっと簡単な使い方だけもう説明するとですね、ラスモノと同じように選択して実行するっていうのはキメラでも同じで、でキメラで違うのはもうセレクトっていうメニューが追加されています。これラスモノになかったものです。セレクトする、メニューっていうのがついています。でだから例えばチェーンごとに、これさっき見た、3HFM のデータ同じなので、H 差と L 差と Y 差があります。で、H 差を赤、L 差を緑、Y 差を青にしたいと思ったら、このセレクトチェーン H、アクションズからレッドっていう、セレクトチェーン L、アクションからグリーンとかっていう操作を繰り返すと、色付けが変えることができます。セレクト選んで、いろんな形で、例えばチェインとかケミストリーとかレジデューとかストラクチャーとかシークエンスとかいろんなやり方で選択できるんですが、チェインって押すと HLY って構成要素が表示されます。で、セレクトチェインエッジってやると、これエッジ差がこれ緑色で選択されます。で、この段階で今選択されてますから、このアクションっていうメニューを見ると、アクション、いろんなアクションをすることができるんですが、例えばカラーが分かりやすいよね。カラーレッドってやると色が赤くなります。で、同じようにセレクトチェインエルサでアクションカラーでグリーンってやると、こっちがグリーンになると、という感じで、色付けを変える。これはちょっとごめんなさい、という感じで使うことができます。で、他にもこのアクションでアトムズボンドショーとかってやるとワイヤーフレームが表示されたり、アトムズボンドスペアってやるとこう旧表示になったりとか、このセレクトとアクションのメニューを組み合わせることで、まあいろんな表示を使うことがある程度できるという、そういうソフトですね。それで、あまり時間がないので、ちょっと凝ったことをやろうと思います。それで、キメラは多機能、非常に多機能なので、多機能で新しいから使いやすいかというと、なかなかそうでもなくて、結構面倒くさいところもあるんですが、ラスモルでは絶対にできないことがいくつかできるので、それを紹介したいと思います。で、まずはホモロジーモデリングみたいな感じで、多分フォイ状況ってよくあると思うんですが、見たい抗原と抗体の構造がマウスだけ出てて、人の抗体では出ていない。で、確かに PDB を見るとマウスの構造がとても多いですね。人の抗体も出てるんですが、多分5倍ぐらいあるんじゃないかな、マウスの抗体の構造。多分それはおそらくなんか実験的な事情だと思うんですけども、それで、ただマウスの抗体と人の抗体は配列から見ると、まあそこそこ似てる、7割ぐらい似てるわけで、アライメントはできます。だから、マウスの抗体の構造に今自分が関心があるのは人の抗体の配列だったとして、これを重ねてみることで、今自分が見てる人の抗体のこの部分の構造はマウスではどこに相当するのだろうかとか、そういう話を、できたらいいんじゃないかと考えて、それをやってみることにします。で、状況としては今仮定したのは、3HFM とこれマウスの抗体のヘビーチェーンのホモログのであるこれ HV206 アンダーバーヒューマンっていう配列、これは、ユニプロットっ
ってご存知ですかね、というアミノ酸配列のデータベースが取ってきたもので、人の抗体の H3 の配列です。でこれを、比較してみましょうと、並べてみましょうということです。でこれはどうやってやるかというとですね、ちょっと操作がいくつかステップがややこしいんですが、ちょっとやってみます。で、一回やり直した方がいいですかね。もう一度ファイルを読み直して、で、チェーンごとの色分けに今なっているとしますね。これやんなくてもいいんですが、見栄えを揃えるために。背景ちょっと考えすぎます。こんな状況からスタートするとして、でやりたいことは、H サーの配列、H サーは、赤ですね、この場合。これ表示合わせるとこんな表示かな。この H サーのマウスの H サーの構造に人の H サーの配列をアライメントしてみるということをやります。でそのためにまずやるのは、シークエンスビューアーというのを出す必要があって、ツールズからシークエンスという選んで、その次にもう一回シークエンスを選びます。そうするとこんなような窓が出てきて、この PDB ファイルには3つチェーンがあるので、どれを選びますかというのを聞かれます。で今回は H 差を考えているので、ちょっと見えなくなってますね。 LH、Y と3種類見えてますから、真ん中の H を選んで小ってやると、そうするとですね、これ今後ろに表示されたこれですね、こういうふうに H3 のアミノ酸配列がいつまで表示出てきます。ここまでいいですか。ツールズからシークエンスって選んで、それで、真ん中の H3 を選んで小ってやると、アミノ酸配列がこう表示されるというふうになります。でこれは、なんか色がちょっとついてますが、緑色になっているところがベータシートだと思います。ベータストランドだと思います。でこのシークエンスツールも結構便利で、例えばここで、こういうふうに選択することができるんですね。いいですかね。こうシークエンスツール上でこの部分、例えばなんかモチーフかなんかがあって、例えば PSLKR モチーフというのがもしあったとして、多分ないと思いますけど、この部分を選択してってやると、今これ選択されているので、その選択した部分を例えばカラーを変えて、何にしましょうか。カラーシアンとかってやると、この部分だけシアンになるということができます。配列のビューアーで選択をするってことができるんです。なんで、この配列、多分、その配列解析で出てくることを、モチーフであるとか、リン酸化サイトとか、等修飾サイトであるとかっていうのは、実際構造上どうなってるかって見たいっていうこともあると思うんですが、その時にこういうビューアーでやると便利です。で今回やりたいことは、これに、アミノ酸配列を重ねてみたいと。でこの HV206Human っていうのは実は、配布した USB メモリーの中に入っていて、このシークエンスっていうフォルダーの中に緑4つ配列があります。でこれダブルクリックすると、中はファスタ形式のアミノ酸配列が入っていて、これとこの PDB のマウスの H サーと比較したいというのをやってみたいとします。でどうやるかというと、この配列のシークエンスウィンドウの中からエディットアドシークエンスと、エディットというメニューからアドシークエンスを選びます。そうすると、配列を追加することができて、どうやって追加しますかっていうのを何通りも聞かれてきます。でプレインテキストっていうのは、これ直接コピペしてここに入れてしまうということもできます。あとは、from file っていうのは、ファイル名を入力してやることもできるし、from uniprot っていうのは、uniprot の ID を直接入れると、ネットにつながっている環境だったら、キメラが直接 uniprot のウェブサーバーに更新して、配列を取ってくるということもできます。で、今回は、from file でいくとして、from file で、ブラウズとして、シークエンスの中の一番上の HV206Human を選んで、セットインプットロケーションして、アラインドファスターと押して、最後に、この下ですね、
この OK っていうのが下にあるので、これでやると2段になって出てくるという、これこうやると上がこれ PDB の配列で下が読み込んだヒューマンの配列になります。でそうすると、このあのこういうふうに対応している箇所をマウス選ぶことによって、ヒューマンの例えばあのこのバリに対応するところは、マウスではアイソリューシンで、このアイソリューシンは構造上どこにあるかっていうのをこちら側を見れば分かるというふうなことができるということです。でこれちょっと操作がややこしいので最後のところ書き直したんですが、シークエンスビューを出すのは比較的簡単、ツールシークエンスシークエンスってやるとシークエンスビューが出てきます。でシークエンスビューアーの中のエディットアドシークエンスっていうのを選んで、そこでいろいろな追加の仕方があるんですが、フロムファイルっていうタブを選んで、そこからブラウズを選びます。でブラウズするとファイルの選択ボックスが出てくるの でシークエンスっていうフォルダーの中の、一番上の HV206 ヒューマンを選びます。でそうすると、タイプセレクションっていうのはこれファイルフォーマットって聞かれてるんです。でパスアラインドパスタを選んで OK と押して、最後にこのアドシークエンスのシークエンスウィンドウに戻って OK を押すと、このスライドだけ僕あのさっき追加で作ったんですけども、こんな感じちょっとややこしい4ステップになっちゃったんですが、でこれを全部やるとあの、マウスとヒューマンの配列が並んだ表示が出ると、ちょっとややこしいんですが、時間があんまりないので、あと10分しかないので、あのできる方はやってみてくださいという感じ で出来上がると、とにかくあの配列と構造がこう並んだことができる絵が出ます。で、じゃあ、今はダンスの構造が分かっていて、ヒューマンは、アミノ酸配列しか分かっていないと。ただ、立体構造はお互い似ているから、そのマウスの構造をもとにしてヒューマンの立体構造をモデリングすることはできないのかというふうに思うと思うし、でそういうことをやる方法をホモロジーモデリングっていう立体構造素法があります。でホモロジーモデリング自体はあのこのキメラでは直接はできないんですが、ホモロジーモデリングを行うソフトでモデラーというソフトがあって、でこの画面からモデラーを起動することができる、起動することができるというのはもちろんモデラーがインストールされているか、モデラーのウェブライセンスを持っている場合です。この、ストラクチャーのとこ、タブのモデラーカッコホモロジーというのを押すと、こういう画面が出てきてですね、でこれであのもしモデラーが、ランモデラーローカルでモデラーがインストールされている場合はこの自分のモデラーを使うと、でランモデラーウェブサービスっていう場合は、これモデラーのウェブサーバーの場合にはあの、ユーザー登録をする必要があって、ユーザー登録を必要してモデラーのライセンスキーを持っている場合にはこのライセンスキーを入れれば、あのこのシークエンスビューが出ているアライメントをもとにして構造を作ってくれるということができます。ただ、問題なのはモデラーもアカデミックフリーだったと思うんですよね。なのでちょっと、ライセンスに関してはちょっとなんかあの多分会社の方から検討しなきゃいけないと思うんですが、ともかくあの、モデリングソフトアライメントがあればホモロジーモデリングであと一歩まで来ているということです。であと10分しかないので最後の、点変異のモデリングっていうのを、これもちょっとややこしいんですが、どんな感じになるかっていうのを説明して終わりにしたいと思います。で先ほどみたいにあのマウスをベースにして人をモデリングしようとすると、さすがにアミノ酸がいっぱい置換されている場所がすごくたくさん出てくるので専用のソフトを使わないとできないんですが、一点変異の場合は、手でなんとかなり得る、つまりキメラでちょっといじればなんとかできる可能性があります。で状況としては今考えたのはこれも多分何を取っていこうかと思ったんですけども、文献検索してたら50番目のエルサーのタイロシンをフェニワシンに置換したら活性がすぐ落ちたと、リゾチムとの鉄黄活性が落ちたという論文がたまたま目についたのでそれをやってみましょうと、先ほどの 3HFM のエルサーの50番目がタイロシンなんですが、それをフェニワシンに変えると、鉄合がガタ落ちになるという報告が2007年にあります。じゃあどんなふうになじゃあ構造はどういうふうになったのかというのをチロシンをフェニワシンに変えてみようというのをやってみたいと思います。
でどうやってやるかというと、これは先ほどよりも手順としては簡単なんですが、まず今回はこれもう、速さを変えるからもう電子レベルの標準にまずして、その後に50番目の、L 差の50番目というのを選択します。でちょっとやってみます。まず全体を、選んで全体のアトムズボンドを小にします。これはもう消してしまってセレクトオールって選んでアクションズアトムズ小ってやるとこう全てがワイヤーフレーム表示になりますね。で、まあ、この状態でちょっと観察してみましょう。でその後セレクトアトムスペシファイヤーっていうのがこれがちょっとコマンドライン的なもので癖のある形なんですが、ここで先ほどのセレクトコマンドみたいなもののキメラ版を打つ必要があります。で今回指定したいのは L 差の50番目なので、ダスモルだったらセレクト50コロン L だったんですが、キメラの場合はややこしいことにコロン50ドット L です。あと60になっちゃいました、ごめんなさい。というふうに打ちます。なぜラスモノと同じにしなかったのかよくわからないんですが、書き方がちょっと違います。50番目の L 差の50番目はコロン50ドット L って打つんですね。でここで OK ってやるとこの状態で L 差の50番目が選択された状態になります。でこれだけだと どこにいるかわからないので、アクションコマンドで色をバイエレメントに変えてください。セレクトアクションズカラーバイエレメントってやると、そのチロシンだけ、CPK カラーになったんです。これどこにいるかっていうと、ここです。こんな感じかな。あとマウスの使い方がちょっとまた変わっていて、キメラの場合はマウスの真ん中のこのスクロールがあるじゃないですか、これが使えます。Windows のマウスだと真ん中にこうくるくる回すローリングがついてるんですが、これで、ズームになります。でこれが今注目しているもので、これをヘニュアーに変えてみたいということ でどうやってやるかというと、ツールズのストラクチャーエディティングっていうのを選ぶとロータマーズっていうのがここにあります。でロータマーっていうのはこれは、日本語で言うと回転異性体っていうこと でこの分野はタンパク質化学だと速差のいろんな、角度の違いのことを集めたものをロータマーっていうんですね。でこの50のは、L 差の50が選択されている段階でツールズでストラクチャーエディティングロータマーズってやるとこういう画面が出てきます。でこれで、ロータマータイプのところで今チロシンなんですが、これを、選択することによってどのアミノ酸に変えますかというのをチョイスすることができます。で今回はフェニュラーニンにしてみてフェを選んで OK と押すとこんな風になって、ちょっとこれ見にくいかもしれませんが、ここにテーブルが回1と回2がこう並んでいるようなテーブルが出てきて 5通1234566通りあります。で今これちょっと見にくいんですが、この6通りの配座が全部書かれていて、これ1個ずつ選択することができます。こんな風にですね。でこれをユーザーがどれにするかっていうのをこの候補の中から選ぶような感じですね。どれにしますか。で、どういう基準で選んでいいのかよくわからない場合は、このコラムのところで Add Crash っていうのをやるとですね、そのまま OK ってあります。ちょっと見にくいかもしれませんが、これ Crashes って名前番号が書いてあって、これがどのくらい他の原子とクラッシュしちゃってるかというのを度合いを示しています。だからこれがあまりにも高いものは嘘くさい、あまりうまくいってないということで、一番低いのは2番目なのかな、6ですねと選ぶと、そうすると、選んでしまったらこれ OK って押すとこれ変に変わっちゃうってことです。まあ、さっきのタイロシンの OH を取っただけみたいな構造、まあ、それでいいと思うんですが、まあ、こう出てくるというこういう感じですね。だから まあ、あくまでグラフィックソフトなのでそんなに凝ったことはできなくて、エネルギー計算とかを中でしているわけではなくて、候補を何通りか出してきてユーザーが、まあ、目で見ても選んでいく、そういう使い方までだったら
あのなんとかできるというそういう感じですね。で、だいたい時間が来ましたので、おしまいにしたいと思いますが、一言だけ言うとですね、あのインフルエンザが好きな方はこういうヘマグロジンとのすごい大きな共結晶も出てますって、これもあのあります。好きな方は見てやってください。最初これを使ってやろうかと思ったんですが、あまりにも大きくてこんなにするのでやめました。で、最後に一言言うのは、今日やったような内容の本が出ます。2月28日出版予定で、これうちのボスです。見てわかる行動生命科学ということで、中に何が書いてあるかというと、基本的な意図としてはですね、今日やったことみたいに、そういう X 線をやってる人じゃなくて、普通にの分子生物をやってる方が構造を見ようとしたときに何をすればいいかっていうのをまとめたもので、要するにグラフィックソフトの使い方が書かれているものです。で、ラスモルとキメラとあとパイモルっていうもう一つこれ有名なソフトがあるんですが、この3つを並行して書いてある本が、出ます。で、実は私が3分の1ぐらい書いていますので、最初の本全部僕が書かされて、今実はゲラの文字チェックをみんな僕がやっているという、そういうので夏の状況なんですが、とりあえず来月に出るので、興味がある方は3800円から4400円ぐらいの値段になると思いますので買ってください。はい、以上です。何か質問とかありましたら、まあ、この場でもいいし後でもいいので言ってください。質問等よろしかったでしょうか。会社側からのコメントですけど、モデラーはうちにはないです。入る予定もないです。あ、他に別の確かだからディスカバリースタジオっていうソフトの中にモデラーが入ってる感じなんですけど、なんで会社の方はだからちょっとお金を払わないといけないではあったんですけど、モエには入ってますね、別の。はいはい、ただ同時に興味がある方は。はい、それでは初日の方のご集会終わります。また明日、受かったの方は、明日、よろしくお願いいたします。明日からまた改めて、ご協力いたしますので、お願いします。で、ここは5時半も、まもなく、もう、片付けしません。このまま状態にしておきます。あと、USB メモリーは、返してください。すいません、これは国有財産です。すいません。で、あと一応この後お施錠いたしますので、もしも何か物とか置いておかれるという方はそれはそれで構いませんので、この後それでお願いします。じゃあお疲れ様でした。